エコですか。パソコンの電源を使ってない時に切ったりとか、車運転してる時アイドリングストップ、スーツの時にネクタイしなかったりとか、まあ、そういったとこですかね。やっぱり全然違いますね、首元空いてるだけで、うん、エコしてない。難しいよね、俺ら。あらあら、ほいほい、あのほら禁煙しました。タバコのほら火とか煙とか出るのが出なくなる。確かにね、確かにそんぐらいしかできないよ。エアコンの温度調節をまめにすることですね。課長がいないときは電源を切ったりしています。男の方はね、夏は暑がりでしょ、冷えてたまんないです。私あれです、エコバッグとかたくさん、今おしゃれなのたくさんあるから、全然エコバッグだとかって思わずに普通にファッションの一部としてエコバッグは使えるから、冷蔵庫とかもこう開けたり閉めたりするのももうすぐパパパパパってやって、電気代の節約にもなるし、こう電気も LED 電球に変えたし、あれいいわね LED 電球って。電車移動、これは本当におすすめで、私原付乗ってたんだけど電車移動に変えたのね。全然便利だし、交通網も発達してるし、どこに行くにも全然困らないの。だから最近は電車にすごく頼ってオンブに抱っこなの。私クーラーは止めてもいいと思うの。窓を開けてこう扇風機とかでこううまく工夫すれば全然涼しいし、いやいやって思うかもしれないけど、本当にクーラー消しても全然人は涼めるから、ね、昔の人とか風鈴で涼んでたのよ。エコはぬくもり、地球を冷ますんだけどエコはぬくもりだと思うの。だからそういうエコは優しさ、地球とか、まあ、自然に優しくして自分たちにも優しくすることで、自分の子供たちとか、そのまた子供たちとかもこうずっと地球で生きていけるんじゃないかなっていう。エコは優しさです。わからないですけど、そうだといいです。